試合の分析をしていきます。今回の試合は知り合いと指した試合で、実際に指したやつですね。持ち時間は10分プラス5秒か10秒か忘れちゃった。まあ、それぐらいの快速な試合です。最近指したやつですね。で、この前出た試合で、私が赤で相手がレシ方とかにすることがあって、2局あって、でも私よく考えたら黒でレシ方って使ったことがないなぁと思ったんですよね。多分本当に指したことほとんどないと思うんですよね。で、ちょっと指してみようと思って、自分が黒でレシ方を使ってみて、使ってればレシ方の例えば弱点であったりとか、そういうのも見えてくるのかなとか思って、ちょっと試してみようと思って、ここからちょっと2週間ぐらいしばらくレシ方をやろうと思っています。はい、そんな感じですね。で、今回もレシ法を使ってみました。で、やろうとは思ってるんですけど、別に開局の本を読んだりしているわけではありません。ただ実践でこう使ってみて、ちょっと理解していこうかなという感じですね。なので開局は全然知りません。まあ多分この辺まで自然かなと。で、こっちに跳ねて、私結構この試合でこっちに跳ねると結構この馬が安定していいなっていうふうに思って、こっちに馬が跳ねるの気に入りました。はい。で、こうなって、こうなりました。まあこれで、交換になれば交換ですけど、こっちに来て、どうしようかなと思いましたけど、多分この辺までは特にお互いそんなに問題なく指しています。まあ、こうされたら自然にここに入るでしょうね。次にこの馬が跳ねられると、この形で困るので。でもこの時ここに入るか、まあこの辺に上がってこっちの方にずれていく準備をしてるのがいいのか、ここら辺から結構考え始めました。でもまあ多分この局面はこれがいいだろうということですね。で、パソコンもそれでいいと言っていました。で、交換になって、ここはそんなに時間を使わずにこう上がって、多分そんなにダメなこともしていないです。この辺はお互い均勢ですね。で、相手こうして、私はこうしました。特に、ここも結構考えましたけど、やっぱりこの方のこっちの攻撃が後々厳しくなるかなと思って、この先に象を受けておいたんですけれども、まあ象の形を整えたいのであれば、まあ方が引いて、こう整えていくのもありだったかなと。で、こうしたらどうするのかなと思ったんですけど、相手もこっちの方を先に受けるみたいですね。さっき私が実践はこうしないで、こうしたんですけれども、似た発想ですね。まあ、もし私がこうしてこう進んでいったら、相手もこっちを先受けて、まあ、そしたらこれをこう使えるようについていければ、これはこれで均勢なのかなという感じです。実践はこう進んで、まあ、これも自然、人間らしい発想だと思いました。で、まあこうして、こうなって、まあここに上がったので、こっちが気にならなくなったので、こっちついていくと。この辺は自然に進んでいます。で、実戦は、こっちを取りました。で、こっち取るのもあるか、どっちを取るのがいいのかなって結構考えてて、副番していた時も、結構見たんですけど、こっちでいいかもしれないですね。で、こうしたらこっち取って取った後にジャンでこの象が上がれれば黒としては満足そうですね。これ気になるかなと思ったんですけど、こうしたらもう交換で特に問題なさそうです。まあなのでこっちの方が多分私の性格的には好みな、この変化ですね。で、実戦はこっちを聞きました。で、こうなって、多分この時点で若干赤の方が良いような雰囲気です。で、こうして、こうやってジャンされますよね。まあ自然ですよね。で、こうなって、こうなったんですけれども、この時にあんまり考えないでって変な言い方なんですけど、こうなって、こうなって、こうなって、この辺まで読んでたんですよね。で、そしたらまあ普通に聞けば、根も尽くしぐらいな感じで考えてたんですけど、馬が引くのが結構いい手だったみたいで、まあそうするとこの人が困るんですね。まあ、
引くじゃない、こっちが回れば跳ねていって、こういう感じで、これが入ってからこうですか。こうするとこれが結構厳しい。なので、こう取らないで、まあ単純に馬が引くと、まあこれがある分ちょっと黒が良いかなと。で、これに対してこうじゃなくて引く場合、もしここに引いたら、まあこれが渡れますよね。で、まあ交換して、これで、まあこれは大きいと思います。で、これがここに下がったら馬が出ていって、やっぱり渡っていく感じで。そうですね。で、もう、こうとかしたら普通に、これ渡れますね。で、まあ、こう、象とか上がって、取ってから、ここに行くと、まあ、なんでしょうね。多分大丈夫。大丈夫ってことはないですけど、多分黒若干良さそうですけど、赤まださせてます。一回ジャン入れて、渡って、こうなると。で、これが残るっていうことですね。で、まあ一回こう受けておくと。まあ、この上上がる変化が多分一番赤にとって粘り強く指している変化だと思います。まあ、こうしないで、まあどうせこれが取り返されるのであれば、こっちついていって、こんな感じで進むと、これはこれで黒が結構満足な形かなと。まあ、それで言うと多分、ここ下がると、大体の変化は黒がそこそこ満足できる形になれたかなという感じですね。実際はこう取ってから赤が良い形になりました。とても良い。多分この時に、こう下がってれば多分200ぐらい黒がいい。そう。でもこう取ると150ぐらい赤がいいみたい。っていうと350ぐらい動いてるみたいなので、まあちょっと良くない手ですね。で、こうなってこうしました。この時も結構悩んだんですよね。まあここまで行っちゃうと、ここまたここの根が切れちゃうので嫌かなとか、まあこう上がっとけば後々こっちを取る選択以外にこっちに回る選択も生まれるかなと思ったんですけど、パソコンはなんか下がる方を上げていて、下がるのって感じですよね。下がったらなんかこっちに来るみたいですね。で、こうして、この手は私あんま見てなかったですね。これを下がって、ここに当てた後に、こっちに来れるですね。で、こんな感じになるとか。まあこれ、当てた、下がって、この当てた後に、後々この馬がここに跳ねる手があるんですよね。ちょうどこの、さっきはこの馬がここにあって、こっちの方から追おうと思ってたんですけど、こうやって跳ねると、こっちが、馬が方の間に入って相手を攻撃できる形になるので、この手はあんま見てなくて、私はここでしゃがらずに実践こうしたんですけれども、まあ、確かにその手があるのであれば、こっちの方が良かったかもしれないですね。なるほど。こういう変化ですね。まあこれで進んで、まあ金星は金星ですけど、黒もそんなに不満ではない。で、多分若干赤の方が駒の位置は良さそう。この馬の位置とかと比べると。でもまあ黒もまだやれてます。で、こっちをパソコンを進めてました。実戦はこうして、相手は象を上がりました。もうここでもなんかこっちに回る変化をパソコンは出してましたね。で、まあそうだとこんな感じで進んで、まあ交換してこうなると。これでまあ赤が、何でしょう、結構良さそうですよね。この駒が全部前の方にあって、そんな感じです。まあなので多分こっちの方が赤としては良かったみたい。実戦はこうされて、まあちょっと穏やかな感じになって、私はこう出たんですけど、まあ車でこう方を当ててよかったかもしれないですね。で、まあ、毒ならこれ取って交換して、こんな感じで進めるので、こっちの方が良かったなと後々思いました。実戦はこうしたんですよね。まあここに車が来れないしと思って。で、相手こうしたんですけど、
なんか復盤してた時に2人で見てて、この馬跳ねが良くなかったんだろうっていう結論になったんです、赤にとって。っていうのが、実験はこうやってジャンして、これでこの馬が困っちゃう感じで進んでいったんですよね。で、復盤の時はずっとこれが良くないだろう、良くないだろうって言ってて、実験、実際では、こう進んだから良くなくなっちゃったんですけど、これに対して、この馬跳ねに対して、この手は実は黒にとってあんまりいい手じゃなかったみたいな。っていうのが、これ視野上がったからなんか良くなったんですけど、上上がって、この空投法気になりますけどね。行くと、なんか、これを取りますね。取らないで車がこうしてると、こうやって当てられて、これジャンが出てるのでダメなんですね。だから馬で取って、こう取るとジャンでこっちに来る。こっちに上がれないので、一回上がって、しててからこっちに来ると、士もなくなって、乗もなくなるみたいな。で、これでもう結構、だいぶ、赤がいいみたいな感じだったので、こうされてると、とても大変でした。なので、これはダメだったと。で、これに対してこうじゃなくて、普通にこっちで取って、こうやっていければ、大交換ですね。で、金星みたいな感じでした。なので、こう出て、これが復盤の時ダメだったんだっていう結論だったけど、そうじゃなかったみたいな。で、でもこれに対して、こうじゃなくて、パソコンとかはこっち普通に視野上がって、こんな感じの変化も上げてました。結構黒もこの攻撃を受けるのを頑張ってますけど。こんな感じで進んで、赤がやっぱり若干いいですね。このくる、コマ、車と砲と馬と位置がいいという感じですね。あとここでこうじゃないと、車がこっちに当てる手も上がってました。そしたらでも馬はこうして取ってから、こういう手。C が出て、これがまたあれなんですけど、こっちを取って、こういう交換ですね。これで多分若干赤の方がいいかなっていう感じですけど、黒もまだまだ耐えてる形という感じですね。なので、この時これとかこれとかも赤は大丈夫で、実験はこれがダメだったと思いましたけど、後々見ると大丈夫だったみたいな。で、私はこうしまして、これ本当ダメな手だったんだけれども、こうされずに実験はこうなって、なんか一気に良くなったみたいな。これで、この辺はもうしょうがないですね。一個駒を捨てて、その代わりこれ取ってじゃんですね。で、こんな感じになりました。実験はこうしたんですけど、した後にこっちに上がると、後でこの馬がどいた後に車がここに来れない、なんかこう方がこうやって寄るとここの線が守れるので、なのでこっちだったかなって思いました。で、多分こっちの方が良かったです。で、こうして、単純に駒交換して馬が前に行く感じで黒満足です。これはもう勝てる雰囲気ですね。さっき駒取ったので。で、実戦はこうなって、こっち出て、こっち跳ねたんですけど、単純にやっぱり駒得してるときは1個取って交換して、攻撃行きやすいようにするべきでした。ここですね。実戦こうして、相手がこうして、多分これで大体黒が良くなったですかね。まだここに来ると、ちょっと、取って取って、長い、粘って、駒を交換したいくので、これはこれで、黒が頑張れば勝てるのでしょうけれども、まだそんなに、あれですね、早くはないと。でもこうして上がって、一回頬に当てて、頬がこうやってどくと、これジャンで取られて、こっちも取られて、結局なくなるんですね。だから頬が横にどいときますか。で、ジャンしてこれで。でも、士と将が一個ずつ削られると、多分早いと思います。で、こんな感じで、相手は守りに入って、こんな感じで進めば、概ねやっぱり黒が勝てる形だと思います。この馬が、前に行けばもうすぐかなという感じですね。なので、これはこれで黒が勝てるんですけど、まだ赤がちょっと長生き
ですね。で、実験はこうなって、チャンして入って、馬が跳ねて、まあこれで大体決まったかなという感じの試合でした。でも全然知らない、なんでしょう、列手法ですけど、私はこっちに、ここですね、跳ねられて、なんかすごいいいじゃんこれと思ったんですけど、でもなんか絶対こっちに行けるわけでもないですね。車が出たらやっぱりこっちに跳ねるしかないのかなとか、いろいろ考えてみて、そうするとやっぱりここに跳ねると馬の位置が心配だなとか思ってるんですけど、どうなんでしょうかね、この開脚は。でも多分この辺まではそこそこ自然にさせたかなと思うので、まあ面白い試合かなと思いました。勉強になります、開脚とか。とても、はい、そんな感じです。試合の分析をしていきます。今回も列手法を試しました。はい。で、インターネットで指した試合なんですけど、これは同じぐらいのクラスの人と当たりました。先にこう指す変化もあるんですね。まあなんかここもう指されてるので、こっち上がらないでこっち上がろうかなと思ってこうしました。で、こんな感じで進みました。で、この時になんかこの方がここに入るのかなと思ったんですよね。なんか確かこういう変化なんかあったような気がしましたね。はい。まあ多分こういう変化の時は方がまだ回る前にここに入って、後でこう回るハントレッポの変化で似たようなのを見たことがあるかなと思ったんですけど、まあなんか、ここに行ったらどうなるのかなと思って試してみたら、いや、あんまり良くなかったですね。まあ、普通にここに入って、まあ、視野上がるか、車出るかだと思うんですけど、まあ、視野上がったら、まあ、王者に、まあ直射はなんかもうこっちこう出てるので、で、こんな感じ。まあ、こうして、車が出たら、まあここついてますけどね、まあこっち変場に跳ねるよりは、まあこっちに跳ねて、こんな感じ。で、まあいけるかなと。まあ下がって、まあよくありそうな変化ですね。まあこれ、こっちこうしないでここで上がれば、それはそれで、まあ、これを取る手はなくなるっていう感じですね。まあ、なので、こっちはこっちで、まあ、やっぱ開脚、よく刺されるだけあって、そこそこ、ちゃんとした試合になれたみたいですね。実験は、なんか変なことをするんですよね。冒険というんですか。で、まあ、こう刺して、まあ、こう刺されて、あれ、なんかこれちょっと動きづらいなとは思ったんですけど、まあ、普通にこう、車が出て、こうなるからいいかなって、って思ったんですけど、なんかパソコンはここでこういう手を挙げていて、なんか、刺しますかこれ。いやー、まあ取って、こんな感じで、なんか攻撃していくみたいですね。まあ、こういう感じの変化なんですけど、まあ、ここに来たのは、こう、ジャンして、こう、車を抜くときは、こうやって上がれるみたいな。で、まあ、こんな感じで刺していくと。まあ、この馬がまだ遅いので、相手車と方ですけど、まあまあ、結構、難しいですね。まあ、これで数値が大体金星ぐらいで出していたので、駒が、これがあっても金星なので、まあ、この馬、なくなりそう感もありますけどね。まあ、これはこれで一個の変化みたいですね。まあでも多分私と同じぐらいのクラスの人はなかなかこれは刺さないと思います。で、これはこれで自然かなと思いました。で、まあ、車跳ねて、車じゃない、馬跳ねて、まあこれで、まあ、難しい、まだ難しい形ですね。この馬跳ねた後に、相手も結構ここで長考してました。結構時間ギリギリまで考えて、まあこうして、
これでまあ私もここで兆候ですね。何してるのか悩みました。で、実践こうしたんですけれども、まあこの時にこれともう一個悩んでたのがこの手で、どっちがいいのかな、どっちも大丈夫ですね。まあこうしたらこっち入って、この馬が気になるようですけど、まあ一回こう守るみたいですね。で、こんな感じで、まあ車どっか行くみたいな感じですね。で、これはこれで大丈夫だったみたいです。もうなんか、こっち来て、ここ入った後に、ここに入られた後に馬跳ねるのかとかいろんなことを考えて、どうしようかなと思ったんですよね。で、なんか、あんまりまとまらなくて、まあなんか、そもそもこの開脚でここに来たのって、これを交換していきたい意味のある手だったので、じゃあまあ元々の計画通りこうせずにこうしました。で、まあこれも多少は読んでいました。でもまあ単純にこう刺されてもちょっと難しいですけどね。こう取ってこうなりますか。で、やっぱりこう一回守ってこっち渡ったら、こんな感じで進みます。はい。まあ、こう渡らないで先に馬が跳ねて、行った方が、なんか、どうですかね、赤として。ちょっと、複雑で頑張ってる感じ。まあ、一回下がって、そんな感じですかね。これはこれで、まあ、こっちもこっちで大丈夫というか、多分こっち刺された方が黒としては難しいかなと思いました。実戦はこう刺されて、ちょっと形的に楽な気がしました。これが上がれるので。で、相手こうして、こうなりました。で、こうしたんですけれども、なんかあんまり考えないでこうしたんですけど、刺した後にこっちの方がいいかなと。まあ、こっちに、この車は一応出てますけど、こっちはまだ一手かけてここか、どっかに出るのであれば、ここに今出た方が良かったなと思いました。で、まあ、馬が跳ねたら、こっちも跳ねて交換で、こうしたら一応これで取り返すということですね。こっちの方が良かったですね。実際なんかこうして、刺した後に、あれ、ちょっとこっちだったなと思いました。で、こうなって、こうなったんですけど、この手がダメでした。なんか、なんかあんまり考えずに、まあ、そもそも後々こう疲れた時に、こう、上がっておけば取れるし、みたいな気持ちで、ここに今日上がっていたんですけど、こう、取った手が、実戦は、なんか、こう進んで、ダメな手にならなかったんですけど、こうやって刺されてると、大変でした。なんか、こう、交換とかをした後に、これで、こうやって当てて、これが取り返せないんですね。なんか一回こうして、この馬が当たったら大変なので、どくとか。まあ、どかずに取ると、こんな感じでなって。なんか、いろいろ攻撃されそう。で、守るとこれで視野があって、じゃんなので。いやー、大変ですね。で、こうすると、これで1、これでシャツです。まあなので、この手はあんまりダメそうで、でまあ、パソコン的にもまあここに来るとかを決めてましたね。それでまあ、こっちに行くと守れるんですね。で、あれと思って、これ、こうしてると、元々の予定の、これが取り返せなかったという衝撃的な結果で、これで交差した時点でもうかなりマイナスです。黒が。で、まあ、なので、普通にこう、馬跳ねていく方が良かったかなと。まあ、これ取って、C とか上がって先に受けておいて、これでまあ、交換して、こんな感じ。ちょっとこの辺複雑なんですけど、これで、まあ、だいたい金星かなと思います。まあ黒としてちょっとこの辺形が気になるかなという気持ちはまあありますけど、まあまあ金星で頑張ってます。実戦はこうしないでこうして大変な局面を自分で作ったんですけれども、まあ、
こうなると大変だったんですけど、実験こう進んでくれてラッキーでした。で、こんな感じになりました。ここで大体この形で引き分け、僕、引き分けが見えてきたかなと思いました。まあ、ここでこうじゃなかったら、こうして、こういう感じ取って、こっちの方で車を取って、進むと、なんかまあちょっと赤が、駒の位置が全体的に良さそうかなと感じます。これも赤としてはありだったかなと。で、実戦はこう進んで、これでなんか引き分けしようかなと思ったのが、まあこれで大交換になりまして、はい、進んで、おおむね引き分けな形勢でした。で、こんな感じで、ここら辺はお互い変なことしてません。で、なんですけど、最後にすごいチャンスがあったんですよね。これで、もうなんか、ここら辺までずっと引き分けだと思いながら指してきたんですよね。で、これで、あ、引き分けだろうなって思ってたんです。で、相手こうして、なんか何も考えずにこう取ったんですよね。で、引き分け形勢にこう進んでいったんで、この手はあまり良くなかった。こうじゃなくて、こうでしたね。これで赤困っちゃって、引き分けじゃなくて黒勝てる試合になってました、こう指してれば。どうもなんないんですね、この辺が。で、まあ、最も多分赤として頑張ってるのが、ジャンして、これを切って、まあ一個でも取っていくことですね。で、こんな感じで進んでいっても駒多いし、いやー、勝てたんだ。でもなんかこれをなんかあんま考えなかったですね。で、こうしてこれで引き分けだと思ったのになんかこういうことして、この辺はほんとゼロぐらいなんですよ。まあこれ取ればいいんですよね。で、これ取ろうかなと思ったのになぜかちょっとこういうことしちゃって、ちょっと大変になりました。赤優勢な感じ。でも150ぐらいのプラスなので、もうこのコマ数だったら負けるのは、負ける方も大変というかですね。はい。なんか守れるかなとは思いました。で、こうなって、相手こうやって守って、こんな感じで進んでいきました。で、これ、もう一回こうしたんですけど、なんかこう取ったらこれが気になるなと思ったんですけど、パソコンはこれで行っても、このコマ数だったら視聴権なので、守れるという形で、これで引き分けしなさいというのを出してましたね。父も60とか50とか赤かプラスぐらいで。あんまりしないですけどね。で、実戦はこうして、まあ、これを取っていこうかなっていう感じで、まあ、指しました。で、ここで、なんかもう相手がもういいやと思ったみたいで、引き分けしようって言ってきて、結構楽に引き分けに、はい、なっちゃいましたね。ラッキーです。で、この試合は列手法で、まあ、開局のこの冒険は良くなかったですね。やっぱり、普通にこう指すべきでした。で、まあ、こう、冒険した後の、なんか、まあ、一番ダメな手っていうか、多分、この、なんでしょうね、これ、自然に見えますよね。この自然に見える手がダメな手だったのは結構衝撃的でした。まあ、これで実戦は助かっちゃいましたけど、こう進んで、結構先まで読んでダメってことですね。これが取り返せないんですね。この馬、そうですね、自分の馬の位置があんまり良くないということで、なるほど、という感じですね。まあ、あんまり、この手を指すとき考えてなかったですね。でもまあ、そういう意味で、変な手を指しつつ、まあ、なんとか引き分けになってよかったかなと思いますけれども。まあ、実戦の、これはもったいなかったですね。これ、こうですね。なんか、引き分けだと思って指すの良くないですね。なんか最後まで勝とうと思って指してれば多分これって見えた手だと思うんですよね。まあそういう意味では多少の後悔もあります。はい。でも列手法意外と楽しいかもしれない。そんなに嫌いな開局ではないなと今のところはい感じています。そんな感じです。試合の分析をしていきます。まあ今回全部列手法なんですけど、また赤、黒ですね。黒で列手法を試してみました。で、今回は、まあこう進んで、まあ自然だと思います。でもこの時になんか、ちょっと前に刺したやつで、こっちに馬が跳ねると、すごい気持ちが楽だったんですよね。でもこうなるとやっぱりここに跳ねるしかないから、なんか嫌だなと思って、こっからなんかないのかなと思いましたけど、なんもないので、しょうがなくこうしました。
で、今回相手にこうされて、こっからもちょっとあんまり、知らない感じですね。なんかまあ、普通にこう、馬でも跳ねるのかと思ってました。まあ、普通に跳ねたらこうなるのかな。でもこれが気になりますけどね。まあ、こんな感じ。ないしは先にここ出るとかでしょうけれども。まあ、普通にこうだと思ってました。で、こうされて、こっから結構、長考しました。これ何をしたいのかなと思って。まあ、多分車に、こう当てるのはこう出れるし、こっち当てても方寄れるし、みたいな。っていうと、この馬が危ないのかなと思って。で、こうしました。これかなり考えました。まあ、こっち当てられたら、まあ、なんとか車一回守るとかで、こっち当てられるとちょっと守るの大変なので、この形でこっちこうしました。で、相手馬跳ねて、車出て、この辺は自然に進んでます。でも、ここで次の一手もかなり長考しました。まあ、やっぱり、この馬に当てられるのは嫌だなと思って考えてたりとか、こっちの馬もこう当てられたら当たって嫌だなとか、いろいろ考えていて、結局、まあ、根はなくなるんですけど、馬が出た方がいいかなと思って。まあ、黒で結構一時期、これ中方じゃなくて、ヘフーバーのサマーバンカーを指してたので、こう、根がないことは、そんな気にならない、気にした方がいいかもしれないですけど、気にならないので、まあいいやと思って出ました。で、相手にこうされて、なんかちょっと楽になったかなと思いました。なんかこっちでちょっと嫌だなと思ってたんですよね。でもまあこれはこれでなんか別にこう受けておいて相手車が早く出られるんですけど一回つけばこれで整うかなと。まあただここに車が出られるので前寄ってどうかなっていう感じなんですけれども、こっちの方が嫌でした。で、実戦はこうされて、なんかまあ今ここに馬あるからしばらくこれ出られない。まあ交換してるならあれですけど、あんまこれは気にならなかったですね。で、結構悩んでこうしましたっていうのが、まあ、大きい駒は早く出た方がいいのかなとか、開局の理論的には大駒を出そうだと思うので、速度的にはこっちの方が早いかなと思って、これも考えました。まあでもこうしたら、直射に出るのか、王者に出るのかとかいろいろ考えてましたけど、パソコンは王者に使ってました。で、ここに当てて、で、視野上がって、お互いに視野上がって、で、こう車に当てたら方がこう寄れるんですね。で、馬がどいて、また車に当たりましたけど、さ、今度はこっちに来るみたいです。で、一回これを取る前に先こっち取って、こんな感じ。まあ、これで、金星ですけど、若干黒を持ってやりたいかなという形でしたね。黒の方がちょっと良さそうな感じ。で、まあ、こっちもこれで、なんか、なんとかなってましたね。実戦はこうして、こうなりました。まあ、多分こっちに行っても似たような変化だったのかなと思います。で、交換になりまして、これが渡れました。で、これ的には結構、個人的には悪くないかなって感じてました。で、相手こうしたんですけれども、まあ悩みましたね。今度こそ車出るかとか。でもなんかまあこの兵が、寄る手が先手になるので、一回先手を入れて、また入って先手を入れてみました。結構ここに近いところに入れてよかったかなと。あ、パソコンはなんかこの時こうじゃなくて、こっちに寄る手もあるんじゃないかって挙げてましたけど、数値が大きく変わるわけではなかったですね。まあそしたら取って上がって、こっちも上がって、両方王者で、まあ、なんとか使っていこうという感じですね。これか。あんま考えなかったですね、実戦の時。確かにこの線気になります。実戦はこう上がられて、まあ、ここまで行ったらもう車で応援をして攻撃に行くという姿勢で。でね、相手にこうされて、ん?と思ったんですけど、これ大丈夫かなと思ったんですけど、多分、まずはこっちの攻撃が早いかなと思って入れてみたんですけど。で、もう完全にこうしたら相手視野上がるもんだと思ってたんですけど、実戦こうされて、えーってなりました。これはなんかすごい、攻撃する、しなければいけない変化ですね。まあ、こうやって視野上がられたら普通に、こうやって守る予定でした。もうこの辺あれなんで。
で、死上がって守るっていう平和な頭だったので、まあ、ここでこうされて、あれ？と思いましたけどね、もうしょうがないんで、とりあえず死を削ってじゃんってこうですね。で、まあ、いろいろ考えましたけど、やっぱり、これだけじゃ足りないですね。で、まあ、こうしました。で、やってるときはそんな自分いいと思ってなくて、なんかもうこれどうにかしなきゃみたいな。これ、あれですよね。勝ちか負けしかないやつですよね。で、今攻撃いけなかったら自分がまずいやつだと思ったので、ここら辺は、かなり時間を使って、考えてます。で、相手はこうしました。まあ、なんか、どっちかというとこっちをメインで読んでたんですけど、で、取って、どいたら、こう、していく。で、どかないで、こっちで守ったら、これを取る。で、車出て、こっちも取るとか、ですか。あとは、こっちの C 削って、こうして、守って、こうとか。まあ、どちらにしろ結構、やってる時にこの変化をいろいろ想像してた時に自分がいいとは思ってなかったんですけど、後で分析してたら、黒は結構良いみたいでした。これ。どの変化も。これですね。で、まあパソコンも赤、この時の最善はこうだって出してました。まあじゃあ取るですね。で、これ取って、どうかなと思いましたけどね。まあ今のところ、1個死を取って、車と砲、馬。で、あっちも車、車で馬、砲ですけど、この死がないのは大きいかなと。で、まあ若干位置も乱れてるし。黒がいいのかなとは思ってましたけど、難しいなと思ってました。で、じゃんして、これ、まあ自然にこっちに帰って、安全なところに。で、こうしました。まあこれは後で車この辺来て、これ取っていこうかな、ぐらいな気持ちですね。まあ、ないしは、あれ。これでこっちもこっち来るかとか、いろいろ考えてました、一応。でもまあこうしたらなんか実戦はなんかこうなったんですけど、こうされるかなと思ったんですよね。でまあ単純に交換して、これ取るとかって思ってたんですけど、単純に交換して取るとちょっと数値が赤が回復してました。っていうのがまあこれ当てて、なんか赤も頑張ってるみたいで。そうするとこういう変化、まあ象を1個また取って、こういう交換で赤が300ぐらいマイナスでしたね。こうするとなんかちょっと微妙って出てたんですけど、こうすると良かったみたいです。細かいんですけど、一回これ交換した後に、ここに回って馬が跳ねられなくてこれがあると。で、まあ象が空投法にならないように上がっておいて、ちゃんでこんな感じってしてみると、まあやっぱり黒がちょっといいかなと。これまあこうしないでなんか、車で守れそうなんですけど、これをこうするとこの方が大変だ。まあ、こっち来たらこれ疲れてダメなので、引いて馬でね、引けたらこうなって困っちゃったみたいな感じになっちゃってますね。まあ、なので、こうしてると、これはなくて、絶対にこの兵ですね、が取って行けるという変化でした。そっか。まあ、なので、こうされて、まあ、交換して、こうしてれば、黒がまだいいと。まあ、こうしてても黒はいいんですけれども、これもありだったと思います。で、実戦はこうされて、こうされてみたら、これはこれでなんか、粘り強いなと、その時は感じました。で、まあ、じゃあ、ここに来て、ここで交換になって、まあ、こうなったら車で取りましたね。で、こうして仕上がって。まあ、死もなんか多分6が上がった方が良かったかなと思います。で、象が上がって。まあ、この辺でなんか、こう取って、馬に当てて、これ馬完全にこっちに引くと思ってました。こうしたらまあ、もう一回方に当てて、処置がついていこうかなぐらいな。で、これ取ってとかいう感じでしたね。まあ、こっちに来られて、じゃあもう一回当てて、で、まあこれを取るか、こっちも考えました。実戦はこう取ったんですけど、
これってあるかなと思ったんですけど、まあ単純に王様戻ってこう出てここら辺まで考えたんですけど、またこうしてやっぱりあったみたいですね。これはこれで、これ難しいですね。頬に当てて頬がどいた後にここに入ると1個取れると、でこうやって守るみたいな、この手はありだったと思います。でもなかなか今の変化、ちょっと細かい。で、これで取ると。そうですね。中法があるんですね。なるほど。で、実戦は、こう取って、まあ、これはこれで、なんだろう。一個取れるものを取って、自分は満足でした。で、相手がこう下がって、それからこうしたんですけど、こう引いて。で、これこの時、こっちの1を引くか5を引くかすごい悩んで、で、あんまり時間もないもんでこう指したんですけど、こっちの方が良かったなと思います。なんか、遠いのでまだこっちまで。近いこれを聞いたんですけど、まあ、こうどんどん入っていけば、これはこれで良かったかなと思います。実験はこうした後に、ここに入られて、なんかこの辺が後々窮屈で、なんかちょっと、一歩間違えると結構相手が引き分けできそう、大駒大交換みたいなチャンスが生まれそうだったので、これ微妙だったかなと思いました。で、こうなりました。で、まあ当たったのでこうして、で、この時になんかもうこの馬取れたと思ったんですよね。で、これでなんかこれ駒得じゃんと思ったのに、なんかこうされて、あれ？ってなりました。実戦はこう取ったんですけど、まあ、もしこっち取ると、ついてこれ取って、これでこれ取るとこっちが落ちるんですね。で、あれ？と思って、これだとまあ、兵の数は多いですけど、まだ長いですよね。まあ、死が1個ないので大丈夫だとは思いますけど、まだ長いって、ちょっと微妙だなと思って、これで。で、実戦こう取ったんですけど、パソコンはこんな手を挙げてました。こうすると、なんかすごい長いんですけど、取って下がってからこの馬を、こう取るとこれが落ちるってことですね。守るでこう当てて、馬がどいて、また馬取るとこれが取られるんですね。で、上でここを切った後に、仕方ないからこうやって取られると。で、これでやっと駒得したんですね。いや、長かった。これでこんな手があったんですね。こんな手は全然、読めなかった。もうこの時あんま時間なかったので。これでよかったんですね。すごい細かい。なるほどね。これで駒得だったと。実戦はこんな手は読めないし、なんかこの手はなんか読んだけど不満だと思って、もう単純にこれ取って、こうなりました。まあ、これを取ると、これを取るよってことなんですけど、時間が全然なくなっちゃって、もうしょうがなく取りました。で、こうなりました。でも、今これに当たってるんですけど、じゃんしてこれで、これが取れたんですね。で、これでまあ、この兵の数ですから、まあ、いけるかなと。まあ、1個取って、これ渡って、まあ、ゆっくり指せば勝てるかなっていうふうに思っていました。で、ここで相手がもう無理だと思って投了しました。けれども、まあ、結構最後まで難しかったと。いや、難しかったですね。まあ、特に、ここですね。ここは結構一歩間違えるといろいろ大交換だったので、まあ、こっちよりは多分こっちの方が選択として良かったかなと思っていまして、まあこうしないで良かったな。まあこうするとやっぱり、なんだろう、車一個でまあこの数はちょっと微妙だったなと思っていたので、勝てるとは思いますけどね、死がないので。でもこれは落ちてもまあ大丈夫だとは思いますけど、まだ長い試合です。で、これで、ここで、こんないい手があったということが、結構衝撃的な展開ですね。でもまあ、こんな感じで、なんだろう、まあ、勉強になりました。意外となんか、劣手法、今この相手も同じ一応クラスの人とインターネットで指してるんですけど、意外と普通に中局までできる試合を、開局を知らないくせに指せていて、あ、なんとかなるんだなと思いました。まあ、なので、もうちょっと劣手法をしばらくインターネットとか家とかでは、また試合では使わないですけどね、多分。使ってみて、
レシホってこういう開脚なんだっていうのをちょっと理解してから、なんか赤を持ってレシホにどういう変化で使っていくのがいいのかを、もう一回ちょっと研究し直そうかなっていうのが今のテーマです。そんな感じです。とても勉強になりました。